はい、レオンです。今回はヴァンガードシップマスタクティカル4対4チームデスマッチラストで見たいと思います。今回星の実の実のクラスのコンバットシールドにゾンビモードでね、解除獲得したばっかりの近接神武器刀の初使用でやっていくんでね、あ、最初からじゃないけど、今回忍者組み合わせてるんで、よしよし、いないか、2キル、これダブルタイムっていうのを今回組み合わせてるんで、新たな位置情報はインテル、人はそれを敵の位置をマークする、私はそれを正義、タクティカルダッシュっていうのを初めて使うんで、3、敵2人しかいないのか、コンバットシールドとの組み合わせでちょっとやってみるか。危ない。これ防ぐんで、攻撃。じゃこれでやった方がいいかもしれない。2人しかいないからな、ちょっとやってもしょうがないんだよな。あ、3人になったな。ここにいるか、あ、近接が他にも敵に向いたら面白いんだけど、近接対近接のちょっとチャレンジで、 OKOK、 上にいるな、ここいいんじゃないですか、ダメだね、俺のねコントローラーがちょっとこれ、よし、強いね、やっぱり刀はリーチがめっちゃあるから勝ってるけど、近接は難しいからね、よし、あれ気づいてない、よし、9キロ、あ、負けた、ダメ、20キロが一気できないから。ダメだね。これ、ちょっと塞いようにしようかな、もう。あんましですね。ここにはいないか。あんましキルできないな。難しいな、やっぱり、よしよしよっしゃ、トリプル、ちょっとインテルまでさっきよく回したな、私はそれを正義と呼ぶ、あ、ここだ、よし、12キル、何キルぐらいできるかだな、ダメだね、ここじゃないのか、開いたのか、難しい、編み方か、ここじゃないよ、開いたか、あ、ダメか、殴るでやられたな、
あれ厳しいね。最後にちょっと、よしよし、あと1キルぐらいちょっとやりたいけど、もう終わりなんだよな。あ、終わり、もういいよ。14キル。俺今回の爆弾使わなかったから、20キロぐらいやりたかったけど、もう1試合ぐらい取ろうかな、勝ったので。今度目標型やろうかな。あのゴリアテにすればよかったかな。ゴリアテの方がキル稼げるから。あ、入ってない今度。はい、今回ねシップマスのチームデスマッチで、あの刀初勝利やってみました。14キル25です。ですね、あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。